これを外すのに唯一必要なネジがここなんですよ。はい、どうもこんにちは、バーナムです。今日はですね、前回電気系統を車につけてバッテリーから直接電源を車内に持ってくることができました。今回はですね、その持ってきた電源を使っていろいろなアクセサリー類を取り付けていこうかなと思います。こちらの動画で紹介させていただいたバーですね、ダッシュバー、ダッシュボードにつける棒、これがねやっと役に立ってくる時が来たんですけども、そこにつけていくパーツを今日はご紹介したいと思います。今日はですね、これちょっと買ってみました。これはですね、バイク用のスマホホルダーです。バイク用つかないんじゃないのって思うかもしれないですけど、同じ 12V のバッテリーを使っているものがほとんどなので、電気の元は一緒ですからね。 12V っていう電気の力で動いているものであれば全部使えます。車用ですといろんなところにね取り付けて貼ったり、吸盤で貼ったりとかのものがあるんですけども、今回はダッシュバーをつけたので、そのバーに取り付けるこういう感じのね金具がついてればもう全部つけられるっていうことです。で早速ちょっと開けてみましょう。はい、これね、もう早速バイクの絵が書いてあるので、バイク専用かと思いきや、やっぱりねラングラーでバーがついてれば使えるっていう、これもねアマゾンで買いましたので後で紹介したいと思います。じゃあちょっと箱開けていきますが、日本語の説明書がついてますね。結構親切かもしれない。ちゃんと日本語の説明が親切に書いてありますね。次はこれなんだ、なんだこれ、なんかゴム滑り止めですかね。こちらがステッカー、残念ながら使わないと思いますが、これはね擬保紙端子って言われるものだと思います。こんな感じのものがついてましたが、これ何に使うのかはちょっと不明ですね。これ本体ですね、これね本体です。でこれがですね、今回これにしようって思ったきっかけが、取り外しやすさ、つけやすさ、ここにコードがついてるんでお分かりかと思うんですけれども、ただのスマホホルダーではなく無接点充電ができるものですね。車に入ってここに iPhone を置いたらもう充電が始まるというタイプのものです。毎回毎回こうやって緩めたりするの大変じゃないですか。なのでこれを選んだんですけど、これですねちょっとね、ここがね分かるかな、ここのところがですねちょっと溝になってるんですよ。溝になってるので、一回はめたらここね、一回サイズを調整したらもうあとは刺すだけで OK ですね。つまりこういうことですね。ね、ちょうどぴったり iPhone が入るところまで調整したらもうあとは抜き差しするだけです。これね、これだけです。もうこれで手前にはこういかないようになってますんで、さすがにこうやって抜けるほどオフロードはいかないのでね、刺したらもう充電が始まるみたいな。で、降りるときはもうこれ外すだけ。こんな感じの超便利なスマホホルダーっていうのを今回ちょっと取り付けてみようかなと思います。で、これバイク用なんですが、もちろん 12V 車なので使えますが、この端子の部分ね、ここが中級者レベルですね。ここはね、木干し?ちょっとごめんなさい、よくどっちかわかんないですけど、直接電源につなげるタイプのものになってます。なのでわざわざ車内のこの USB ケーブルとかに接続して、うわもう USB の口ないわってならない、スッと後ろにこう収納されるので、ダッシュボード周りがすごく綺麗に済むっていうものです。前回バッテリーから引っ張ってきた電源についてるのね、こっちついてますよね。でここに接続していけば OK っていうことですよ。であとはこれですね、これが必要。こいつがなければダッシュバーをつけた意味がありますよね。これですよ。でこれをネジで止めていく感じになるんですが、あったこれね、ここについてますね。これを外しまして、でこれを、先にこうこの中に入れておいて、このボールをここにプスッと刺しますね。であとはこうネジを締めれば、ここにダッシュバーがこう来るので、運転している時にこんな感じで、しかも配線は後ろに隠れてますから見えませんからね、こんな感じでシュッとね、じゃあ車入りました、すでもこれ充電開始、便利でしょ。ですでも持っていけるみたいな感じ。
これをちょっとね取り付けていきたいと思うんです。あとはここのネジ、これをですね緩めるためのこの六角がありますので、これで緩めてバーに取り付けて締めると、はい、っていうパーツが入っております。この丸たちはバーの太さで変わってくるので、多分ねこの形でちょうどいいと思いますが、バーが太かったり細かったりしたらこのパーツを使うようです。でこちらですね、これは使わないですね。これはねバーがない場合にそのバーの代わりになるものですね。バーの代わりにここにくっつけるもの、だからネジでこれくっつくよっていうタイプのものですので、これ使いません。あとはちゃんとこれ結束バンド入ってますね、はい、これはね多分車のエンジンルームとかケーブルをまとめる時に使うものでしょう。あると便利ですね。であとはヒューズですね。ヒューズが多分この中のどっかに入ってるんでしょうね。これ多分ここネジを開けると中にヒューズが入ってるんだと思うんで、それの予備用のヒューズです。あ、でねちょっとねこれねケーブルがねどっちも黒なんですよ。プラス端子がどっちでマイナス端子がどっちって書いてないんですが、赤いコードをプラスに接続してくださいって書いてあるんですけど、これねどっちも黒いんですよね。だからどっちがプラスか分かんない、これの赤い方をバッテリーのプラス端子につなげてくださいって書いてあるんですけど、どっちも黒いんで分かんないじゃないですか。これが正解のやり方か分かんないんですけど、プラスかマイナスかってこの黒いコードでも識別できるんですよ。これ間違ってたらごめんなさいね、違うかもしれないんで。いつも自分が見ていて発見したのがコードに書いてある字ですね。こうだいたいこう2本が1本にまとまっているコードの場合、片っぽのコードに字が書いてあるんですよね。これ見えますかね、ちっちゃくて見えるね。ほらこっち側、こう画面の右側に字が書いてありますよね。この字が書いてこっちは書いてないんですよ。ほらね、この字が書いてある方が基本的にはプラスっていう認識ですっていう識別の方法が一つで、もう一つはバッテリー側から伸びているケーブルの形です。でこのね木干し端子っていうのは2種類がありまして、オスとメスですね。このとんがってる方がオスで、このカバーがかぶさってる方がメスなんですよ。こっち端子が見えてるんですね、ここビニールかぶさってないんでね。でこっちはビニールがかぶってる方、これこの形状が大事です。バッテリー側から伸びてるバッテリーね、車のバッテリー側から伸びているコードに関してはこれ方向大事ですからね。バッテリー側から来てる電気が来てる方です。電気が来てる方に関してはプラス側にメスが、これねプラス側がメスになってます。はい、これこっちから行くやつじゃないですよ。この使う機器から伸びてるやつじゃなくて、バッテリーから来てる方のプラス端子は必ずこれです。このメス側ね、全部ビニールで被っているものが来てます、メスが。なんでかっていうと、プラス端子がどっかのマイナスね、車の金属部分に触れてしまうとショートしちゃうから危ないんですよ。なのでプラス側は保護されてます。ということはですね、こっちのこのね機器の方から出ている端子はこれオスであるはずなんですよね。向こうから来ているのがメスですから。なのでそういう意味でもこっちはプラスですって分かります。でまず字が書いてあるっていうのが一つで、字が書いてなかったらオスの端子の方がプラスですよ。これはね絶対方向を間違えないでください。機器から出ている方はオス、バッテリーから来ている方はメスです。はい、以上こんな感じのセット内容でございました。これをですね早速車に取り付けてみようと思います。ではご覧ください。ちょっとねバラした後に気づいたんですけどね、動画回してなかったっていうね、かなり今ねバラッバラの状態なんですけれども、まあでも前のフロントウィンドウの開け方は前回のですね抜直配線の動画でご覧いただければ、これ前どうやって外したのかっていうのが出てきます。今日はですねこの先日取り付けたダッシュバーに、ね、バイク用のねこちらを取り付けている動画なんですけれども、ここにこんな感じでダッシュバーがこうあってね、ここにこうつくんですが、このケーブルがね
ごちゃごちゃするのが嫌なので後ろに隠そうと思って今全部ばらしてます。でここのね、このねダッシュボードを取るのにこの辺のね、この辺のパネルをちょっと外してネジを1個だけ外さなきゃいけないっていうところがあるので、ここ外してます。でこれ戻すときにどうやって外したのか分かると思うので、まあ一緒に見ていこうと思うんですけども、このダッシュボードは実はこれここら辺にある1個だけのネジで止まってて、これをポンってこうポッてこう手前に引くだけです。ね、爪はここと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 ここ、あとは向こう側同じですね。この辺についてますので、この辺をね引っ張ればポコって取れます。ただ注意していただきたいのが、こっち取るじゃないですか、ガコって。そうするとこう斜めになりますよね。そのまま外すと向こう爪がねこっち側にはまったまま爪が取れなくなっちゃいます。こっちに爪がついちゃうんで、そうするとめんどくさいんで、必ずまっすぐ、ここもまっすぐ、そしてあっちも向こうの席に行ってまっすぐ取ってください。それがポイントですね。僕爪2個残しちゃってめちゃくちゃめんどくさいことになってます。常にねまっすぐ爪を取らないと爪残しちゃう、もしくは爪が落ちちゃう、爪落ちたら一番大変ですね。この機械の中に、ね、爪がコロコロコロって入ってっちゃうので、必ずまっすぐ引いてください。斜めに引いたら爪残るか取れます。お気をつけください。で今このダッシュボードをねパコって、めっちゃ簡単に取れますから、パコって取りまして、これですね、このここにスマホホルダーがこう来て、これがね接続されるん でこれをですね今ここの下にはわせて、この中にねこうスッ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 といって、ここ通って、はい、ここ通って、ここ通ってでね、ここに穴があります。ここにここに穴あるんで、ここねこう通して、これディスプレイの裏ですね、ここ通してそのまま下に行って、今ここから出てます、ここから出てますね今。でこれをこっち側に回して、前回つけたこれに接続していこうと思います。はい、今ここまで通したので、これねこっちも両側あっち側もつけますんで、これもここ今下通して、ここを通して、これ裏ね、はい、裏を通してここに集約して、ここに今2本ですね、2本分のケーブルがここに来てます。はい、じゃあこれ戻していきます。取り付けるのと逆で戻していけ、あの取り外せるので、そこは参考にご覧ください。じゃあこれね、普通にここに戻すだけなんで、ここはねネジ4つで止まってます。でこの辺のネジはね全部共通してこれなんですよね。で、下ですね、下はこちらの穴と、あとここの4つで止まります。でこれ今ここのエアコンのやつ外してケーブルをここまで持ってきたので、今度はケーブルをさらに奥ですね、この前回のこのこれドラレコの線なんですけど、ジョージバッテリーと AAC のドラレコの線を2番目の動画で作りましたが、これと同じ経路でこの奥にね連れて行きます。ここはそんなに狭くないんで、こうやって手が出てくるぐらい余裕がありますんで、普通にこれをこうやってシュッとこっち側に持ってこれますね。でもう一本もこれ手が奥からこう出てきますんで、ここにこうやって、ちなみに私の車初めていじってますからね、見よう見まねです、全部見よう見まねです。
ただジープはいろんなところがめっちゃ簡単に開くんで、ほんとパコパコ開きますんでね、断線とかに気をつけながらやれば超簡単です。でこれ2本分 の、 スマホを充電するプラスとマイナスが来てますので、ここのこれね ACC のプラスとマイナスにこれをパコってはめるだけですね。超簡単で、これ ACC がね、これバイクのやつは5アンペア5アンペア 7.5 アンペアなので、とりあえずこれ5アンペアのところにつけましょうかね。でプラスマイナスオスメスになってるので、これをこうやってねはめるだけ、パチって。でダッシュバーを買われた方、これねダッシュバーを買われた方は、あのバイク用のアクセサリーがめちゃくちゃ便利です。こうやってねバイクのハンドルにはめるために開発されてるので、だいたいこういう形になってます。こういう形になってるんで、こんな感じのね輪っかになってるので、もうバンバンくっつけられます。はい、でこれもね、マイナスとプラスが、プラスマイナスとね、あのオスメスになってるんで分かりやすいです。はい、これで OK ですね。2系統を今使いました。あと1系統はデジタルバックミラーで使っていきます。はい、じゃあこれしまいますね。この車はここに大きいスペースがあるので、こうケーブル分岐線とかは全部ここにすんなりしまいます。何の詰め込む必要もなくスッと入っていきますので、この350ミリ缶が3本ぐらい、2、3本入りそうです。大きなスペースがここにあるので、それも前の抜直配線の動画を見てみてください。はい、じゃあ次ね、これしまっていきますが、ここのエアコンのパネルのところに接続しなきゃいけないケーブルはこの3つですね。エンジンのやつ、あとエアコンのやつ、あとここのカメラの線ということです。でこれですね、これをしまうんですが、しまう前にここをくっつけていきますね、パチッ。あとは、これも、まあ、間違いようがないね、向きがね、もうあのパズルの形みたいになってるんで、間違った方向には入りませんので安心してください。細い端子でできているので折らないようにだけ気をつけてもらえればサクッと入ります。ここ一番最初ですね、戻すのね、ここ戻します。よいしょ、はい、これが外してたダッシュボードです。これね、前のね窓を開けとくとすごいやりやすいですね。こんな感じでめっちゃやりやすい。これね、これ分かります？これがね1個のネジなんですよ、ここで止まってるこれね。でまっすぐこう行くんですけど、裏に爪がそれぞれありますので、この爪を合わせて、こんな感じですね、ケーブルは出しておいてくださいね。ケーブル出しておいてもらって、この爪合わせてパチパチといきますね。はい、こんな感じでパチパチはまっていきます。はい、これ爪、あのケーブルがピョコッと出てますね、スピーカーのこの辺りが。はい、で反対もいきます。よいしょ、これ、ね、横着しないでね、こうちまちま動くのがいいですね。あ、ここスピーカーの蓋開いてるんで閉めます。はい、はい、OK で、こんな感じで閉めていきますね。で、ここ爪をこう入れていきます。はい、少しだけ浮いてますが問題なく入りました。こんな感じですね。はい、で、これを外すのに唯一必要なネジがここなんですよ。これを外すのにこれを外さないといけないので、ここにネジを入れて固定されている感じですね。はい、
ここのネジを止めないことには全てが閉まらないです。プラスドライバーでこれでダッシュボードが固定されました。でこの蓋を閉めていきます。これね、これは爪が1,2,3,4,5,6で基準で上の爪をはめたらピッピッ、あとはここら辺をパチパチしていく。でこれは、ネジ2個で固定されてます。こことここ、この2つのネジで止まっているので、今から固定していきます。これでこのモニターのカバーが固定できましたね。で、今度はこのエアコンのとこですね。このエアコンのとこなんですけど、最初に鍵のこの穴の部分を入れて、でケーブルがこうなんかね、噛んでないか確認して爪を一個ずつこう入れていく感じ。はい、パチパチパチ、はい、入ったね。そしたらこのキックボードって言われるここのところを最後の蓋を閉めます。全部外すのに一番最初に外さなきゃいけないのはこのキックボードで、その後にこのエアコンのこのね、ここで、次にここを外さないとこのダッシュボードが取れないっていう、ちょっとめんどくさいんですが、まあでもね、楽しいんでやれちゃいます。ここは3つの爪で1,2,3なんで、よいしょ、多分はまって、はい、 OK。 これで、このねパネル周りのはめ込みは完了しましたね。次にフロントウィンドウ閉めましょう。寒いんでね。フロントウィンドウはこの間のバッチョク配線の動画を参考にしていただければと思うんですが、トルクス40のネジとあのワイパー外しましたね。ワイパーを外して、この辺のカーナビのねケーブルとかも全部外して、窓をフリーにすれば、純正でついてたなんかいろんなセンサー類とかのケーブルはこっち側についてるんで問題なく外せます。でこれよいしょっつって、ここにねちゃんと置くための土台みたいなついてますから、このようにバコンと締めます。締めたら40のトルクスネジってやつを使います。前回私が紹介したこの大工道具セット、ね、大工道具セットをね参考にしていただければ同じものがあるはずです。あった、40ね。純正の工具セットに40ミリのトルクスネジは入っているという噂ですが、私のラングラーにはなぜかその大工道具が入っていなかったんで確認することはできません。ちょっと今度ねディーラーさんに、佐藤さんに聞いてみようと思いますが、説明書読んでてこれが入ってますぜって書いてあったんですけど、その袋が後ろのところにもなくて、どこに入っているのかが分かんない。もしかしたらどっかに隠されてるかもしれないんで、そのそれ探してみたいと思います。はい。でトルクスネジですね、なんか星型のやつです。これをつけていきますが、4つだけネジを止めれば完了です。でこのサンバイザーね、こんな感じで縦にしておくと作業しやすいですが、まず1個はここです。ここ1個目完了で、2個目がここね、これです。でこっちも同じですね、ここ。で最後はあちら側ですね、同じところね。はい、ここを
はめていきますね。はまりました。これでフロントウィンドウの固定が完了しました。あとは上ね、この屋根をねつけていきます。よいしょ。外すときは助手席からで、しまうときは運転席からです。よいしょ。よっ、この穴が基準ですね。よいしょ。で、次ワイパーですね。ワイパーをはめていきます。で、ワイパーは15ミリのナットですね。15ミリのナットで止まってますんで、15ミリつけてください。めちゃくちゃ簡単ですね。15ミリのナットでここにパコッとはめるだけ。同じで位置はこう止まってたところで、ちょっとこの汚れ参考にしますけど、止まってたところにこうやって刺す感じかな。はい、これ刺すだけ。刺してこのネジをここにこう入れていきます。で、これを締めていくね。よし、これで OK だと思います。 OK。 はい、でね、キャップですね。キャップはなくしました。あとで探しておきます。次こっち、はい、こっちですね。これも、まあ、どこかと言ったらこの辺ですねこの辺。はい、でこのナットをこうつけて、はい、でこう締めておきますね。よいしょ。ほい、これで OK です。で、ここにね、黒いキャップがあるんですが、ちょっとどっか行ってしまいましたので探しておきます。あった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 。これね、これここにパコってはめます。これもここにパコってはめます。はい、直った。これで、大体直りましたね。いやー、ダッシュボード外してケーブルをはわせるだけでもまあまあ一苦労なんですが、順番としてはワイパーを外す、で、屋根を外す、で40のトルクスネジでこの4つのね、これを固定しているネジを外す、でこのワードをバーンってここね、これに乗っけます。ああ、そうそうそう、こうバンってやる前にここのカーナビの、カーナビドラレコの、カメラを、カメラの接続を切っとかないとね、抜けちゃいますんでね、気をつけてください。で、ちょっと今インストールが終わりましたんで、ダッシュバーを復活させていきたいと思います。ああ、はわしちゃおうかな。せっかくダッシュバーが取れてるんでね、ちょっともう一個だけインストールしたいものがありますからやっちゃいます。それは次はね、デジタルミラーをつなげていこうと思います。デジタルミラー、じゃあちょっとね、これね、電源がピョンピョンピョンと出て、しかもこのダッシュボードね、すっきりコード見えないですね。こんな感じで、あとは
携帯っていうのかな、今はスマホのこちらをつなげて、こんな感じでつなげて、でダッシュバーにこうやって接続しますっていう感じでつけてまいりました。今日はねここでおしまいにしますが、後でこれつける動画を撮ります。で今日はね一旦ここまでですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今日は出てきた電源ケーブルにスマホホルダーをつけるだけっていうのと、あとはそのダッシュボードのパーツを外すっていうところをやってみましたが、難関もありましたが、なんとかダッシュボードを外してケーブルをちゃんとね隠れるようにつけることができました。これからちょっとずつ機器を増やしていきますので、まあ、またあそこ開けることになると思うんですけれども、じゅんぐりやっていこうかなと思います。はい、ではここで今日はおしまいです。また次回お楽しみに。